ハロー、浦沢のあたす、ママです。私たちですね、はい、声が似てると、結構言われますよね。まあ、ママブログの方とかでも、うん、まあでも中学生の時は一番言われたんじゃない私たち。まあ一番はね。うん、でもパパが気づかないぐらいだから。そう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 、そんなこともありましたね。私ちょっと結構嬉しいんですけども、その視聴者の皆さんにも声いいね、イケボだね、うん、言ってくださる方がたくさんいて、うん、嬉しいなと。じゃあ俺はイケボなんじゃねえかと。やっぱね、褒めてもらったら素直に受け入れることが大事って最近ね。おー、いいね、ポジティブにね、うんうん、じゃあ声が似てるママもイケボでしょうとイケボ、イケボ対決しちゃうよって。対決ね。そう、似てるか検証じゃない。似てるか検証はもういい、いい、もういい。これはあくまで皆さんセリフのうまさじゃないです。イケボ対決ですからね。俺様系ですね。俺様系、もう道明寺司です。わーお、腹弾ですね、はい、いきます。どうせお前今日一日暇してんだろ、俺様が特別に付き合ってやるよ。俺っていうのは私、そう、もう男になりきって。男で、できるだけやっぱ低い声をお願いします。どうぞ。どうせお前今日一日暇してんだろ、俺様が特別に付き合ってやるよ言ったことないから言うだけで照れるよ。うまい、でもうまいよ。あと低い声出してる。できるだけ低いからいつも俺たちを怒るぐらい。ちょっと待って、これね、ケン君見るかもしれないから、うん、どうでもいいです。あんまり低い声出してるとこ見せたくない。いいの、ケン君の前では可愛い声出してるから。いないからここには、はい、どうせお前今日一日暇してんだろ、俺様が特別に付き合ってやるよ。いいやん。いや、もうね、男には聞こえないと思うんだけど。いや聞こえないよ、うん、聞こえないけどいいよ。いやでもイケボ対決だからいいよ、いいよめちゃめちゃええで。私の声、低い声聞きたければ私を怒らせなさい一発で出してあげるよ。その時の声出ない。え、出ない。もうそうだって、あれはもう感情から来る声ですから。でも出せる音域ではあるじゃない。まあそうですね。うん、急にどうした急にどうした、研ぎ方なんかちょっと特殊だねじゃあ行かせていただきます。ダメ、まだお預け。キューステーションで言うのこれ男子からまだお預けってさ、うん、女子何やってんのキスじゃない、キス。そういうことか、うん、あ、チューね。そうそうそう、まだ可愛い。もうチューしたい、チューしたいって言われてるけど、まだダメだよって。ではどうぞ。だ声が割れちゃうよちょっと女性バージョン。うん、ダメ、まだお預け。あー、ジュリー皆さん、なかなか親のこんなん聞かないですからね私も言わないけどね、うん、こんな可愛い女子じゃないから私。気持ち悪いですね。私はね、サバコだから。あ、これさ聞いてるこれ大丈夫、俺がいるから。何かあったら俺を頼っていいから、無理しないで。頼りたくなるねどういう感想だよ。高め男子ね。 OK、 どうぞ。うん、大丈夫、俺がいるから。何かあったら俺を頼っていいから、無理しないで。さ、毎回笑うの何なのもうすごいでしょ、こういうセリフをね。いくはね、恥もなく私と一緒にやるっていう。いや、恥はちょっとありますよ、うん、ありますけど、役者はもう出したらダメなんで、うん、じゃあいきますよ。逃げないでちゃんと言って、僕のこと好き。わーおー、映像は出てくるね、なんかね。いきます。はい。ねえ、
逃げないでちゃんと言ってよ。僕のこと好き？おお、これはどういうシチュエーションですか？ちょっとこうね、行こうとしてる恋人を腕食いで言った。あーあー、なるほどね。ちょっと壁ドンじゃない感じで言ってみました。これはちょっと、いやダメ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 、これはちょっとエチエチだな。まあ、あの高校卒業したら堂々とやろうこういう、ね、ネタはね。そうね。あ、うん、ちょっと長いけど、これいくよ。お前、こんな時間まで俺のこと待ってたのか。バカ、お前まで遅くなるだろうが。でも待っててくれてありがとう。ママー、長いし、こんな言葉言われたことも言ったこともございません。俺もねえよ、待ってもらったこともねえしな。よい。お前、こんな時間まで俺のこと待ってたのか。バカ、お前まで遅くなるだろうが。でも待っててくれてありがとう。おー、結構優しい感じですね。なんかね、そう言われたいかも。あ、こっちは待ってたわけじゃん。バカーって言われて、なんか真剣に言われたら、なんか待ってたのを後悔しそうだから。あー、なるほどね。そうだから、なんかそういう風に私が言われたいかなっていう言い方。はいはいはい、こっちは俺は結構心配してたから、うん、バカ何やってんだよ。まあでも嬉しいから、うん、まあでもありがとうっていう感じでやりました。楽しいね。いいね。これ視聴者さんは楽しいのかな現実に言う人はいるのだろうか。いたらちょっとキモいね。いきますよ。今度こそ俺のものになっちまえよ。話さないから。いつか言うのかな。言わねえよバカ。言ったら報告してね。言わねえよ。いきますよ。今度こそ俺のものになっちまえよ。話さないから。もうどういう感じ。冗談に言ったけど、話さないからだけちょっと真面目に言ったつもりだったんだけど。なるほどね。はい。あ、ちょっと待って、いいじゃん、本物のイケメン来たから。いや、いらねえよ。最後ぐらいさ、いらねえよ。視聴者さんもあっくん見たいし、ナタン見たいんだから。まあ、ちょっと参戦。うるさいね、君。ほら、爪取れてるんです。うっさいよ。喋れないからね。それで参加してんだよね。うるせえな。今からやろうとしてんだろ。はい、どうぞどうぞ。あくん。じゃあ、あつきさん行きます。なら、静かにお願いします。待って。俺のこと好き？あー、かわいい。あー、かわいいんだ。言えたの。言えるかな。不安だな。好きな女くらい自分の手で守りてんだよ。悪いか。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録して。今日も動画見てくれてありがとうございます。インスタグラムもやってるんで、フォローよろしくお願いします。高評価もお願いします。じゃあ、チャンネル登録よろしく。